島、ミネトール島、ミネトール4月3日から1945年2月10日は、日本の大正から昭和前期における医学博士、科会、東京高等科会学校の創立者、同附属委員長。日本における近代史科学の確立と、科会史の地位向上に勤めた、新潟県出身。島、ミネトールの姓は、父、誠さ秘文及び、墓所名や一部資料。 書籍において島峰が用いられているが、大学名簿、漢報投稿文書では島峰が用いられていることから、本校においても島峰を用いた。島峰家は、越後長岡藩の範囲を代々務め、祖父伝安は13人ぶまたは75国取りと記録されている。母親戦争当時、祖父伝安は63歳、父、誠歳は22歳で、すでに家督を継ぎ、 母親戦争における長岡藩内の記録、四文賞抜流において、誠歳は勤労の功を称され二両二分を下され、また負傷した河合嗣之助を合図で同僚範囲と共に治療を行ったとされる。長岡藩を敗戦後一家は、越後越軍を強村に一時身を寄せ、1875年から1876年頃、狩羽郡石地村に移転した。 その間、誠祭は、長岡外社病院設立開業に尽力したとされる。1877年4月3日、島、峰ールは、関地村で、誠祭の長男として誕生した。1880年祖父伝願が死去し、その後父、誠祭が、佐渡鉱山病院長となったことから一家で、佐渡に、転居、3年後長岡に、移転、1885年に、 無意村であった三島郡片貝村に転居した。片貝村出身者としては、早々期の軍医制度を確立した石黒忠則がおり、後年トールは石黒に可愛がられ、誠再秘文も石黒により書か,かれた。島、峰トールが小学生期に片貝に移り、トールは地元の子供等と共に、八九組と称し、自ら隊長となる安白であったと伝えられるが、 学業成績は優秀であった。1892年高等小学校を卒業、長岡洋学校に入学したが、在学3ヶ月で、新潟中学校に転入し、1896年、新潟中学校を卒業した。中学卒業後上京し、日清戦争直後の公揚館から海軍に憧れ、海軍兵学校の入学試験を受け合格するが、父の反対から断念する。 また、政治家を志し一時放課系の学校に通った後も、伝えられているが、家業である医業を学ぶべく1896年4月、金沢医学専門学校に入学した。医者になるなら、大学に入学すべきとの考えから、金沢医学専門学校も退学し、1897年、第四高等学校に入学した。その頃、父、誠歳は結核にかかり、 ある時トールは東京市の医者に見せるべく、父を背負い医者に乗り上京したが、病すでに重く何もできず帰京したことが伝えられている。1898年トールが第4高等学校に入学した翌年に、父、誠歳は死去した。父の死から島峰家は、困窮を極め、トールの学業成就のため自定生は長岡中学を退学し以下に住み込み修行を行う。 こととし、母しげと、まっていまことは、片貝村で父牛を買い牛乳を売って、生計を立てた。また、長岡藩士の教育費を支援する長岡社の退避生となり、1901年6月第4、高等学校を卒業し、直ちに、東京帝国大学医科大学に入学した。1905年12月、東京帝国大学医科大学を、卒業後同大学院に入学。 早く医者としての戸を習い覚えたいとの考えから、小石川の東京市養育院委員となる。この頃、一時期父、誠歳が開業していた関地の臨地に住んでいた、内藤久弘と同郷の先輩で、東京帝国大学医科大学教授の小金井、吉清が通るを貢献していたと思われる。養育院退任後、小金井吉清の解剖学教室で解剖学と組織学を習得した。 島、峰、徹の歯科学専攻は、徹、内藤、久弘と小金井、義清との相談の結果と考えられている。この後、小金井は留学直後の島峰を東京帝国大学の歯科学教室主任、石原、久しに推薦しており、留学前には歯科学に必要な知識である解剖学を研究させた。また、島本留学直後に伝染病研究所が導入を、 迎えようと考え、内藤に相談したが、内藤は、島峰は、最初から歯科をやらすことにして、ドイツに留学させた、と回答しており、このことより島峰の歯科学専攻は、大学院生であった頃より決められていたと、考えられている。1907年6月、島峰はドイツに留学し、同年10月ベルリン大学歯科学科に入学。 一般歯科家庭を規定に従い1年半で終え、ウィリー・ゲル教授より、高校外科学及び、歯賀の病理学を研究し、歯水園に関わる論文を発表した。1909年7月、ブレスラウ大学に転じ、バルチ教授の無給助手となり、歯賀病理組織学と保存療法学科で学び、第2セメント室に関わる論文を発表した。その後、 同大学解剖学教室のクラウチ博士、医科学を研究し、翌1911年4月ブレスラウ、大学衛生学パイファー教授の無給助手として、高校最近並びに、梅毒の純粋培養を研究し3論文を公表した。同年8月文部省在外研究員となり、ドイツアメリカへの完比留学が認められた。バンコク衛生博覧会。 ドイツ中央司科医学会において研究業績を発表し、その後ハンガリー・オーストリアたヨーロッパ各国を訪問、各国の歯科学教育制度や資格制度を調査した。その間、1912年にはベルリン大学より業績を認められ、司科医学科内学術研究科主任として採用されたことは当時の日本人留学生としては破格のことであった。 1914年8月文部省の指示により、バンコク市開学会に日本を代表して出席し、10月第1次世界大戦勃発により、アメリカに転じフィラデルフィアのペンシルベニア大学に滞在し、ボルチモア市、ワシントン市、ニューヨーク市、シカゴ市、サンフランシスコ市の歯科学校、大学を視察、1914年12月1日東京に帰着した。 帰国後、島、ミネトールは、東京帝国大学医科大学士科学教室の講師となり、ドイツ時代の論文をもって、医学博士学位を授与された。しかし、早々に、石原の司会を、医師の下とするかのような教室運営に賛同できず、翌1915年医術開業試験委員になると5月には、医術開業試験付属病院司会長に任じられ、 英楽病院歯科の発展充実に独歩していった。この後、東京帝国大学石原教室のあり方に不満を持つ同意局員がトールの下に集まり、この状態を石原は、島峰は、病心者で、道落者で、かつ作望家だと言いふらし、絶対に、俺の後は継がせないと懸念し、徴用の女をもんじる、当時の風潮下入沢達吉らは石原を擁護した。 このような中、トールは、英楽病院での実績を評価され、1917年8月1日歯科が分離独立し、文部省歯科病院が設立されると委員長に就任した。トールは、留学時により得た、先進歯科学国の教育制度、資格制度に負けぬ、日本の歯科教育機関設立を、文部省歯科病院を足場に目指した結果、1918年に、長尾優 長松正る会、翌年には、高橋新次郎、1920年以降に、日垣林蔵、各曽六、弓倉重や、川上正を、金森虎尾等が通るの下に集まった。1919年には、ついに席を置いていた、東京帝国大学医学部講師を辞するとともに、文科生であった、長尾優等に、学校建設に参加しないかとの話を行っていた。 当時の医学会は東京帝国大学卒でドイツ留学経験者を中心とし、そのあまりのものは一段下に見られる風潮であった。この流れの中、唯一当時の管理史科学教室であった東京帝国大学史科学教室では、どんなに技量が上回っていても医学史の資格がない。司会は傍観者としての地位に置かれ、大学出たでの医学史であろうが、医学史と同席でなければ、 患者を見ることができず、一般の人からも、歯科医になるのは容易と見られていた。石原でさえ歯科学主任となるとき、多くの人間から、なんで、歯科医になるのかと、反対された。このような状態では、優れた医療が行えず、優れた人も、歯科を目指さず、歯科医教育は、私立の専門学校、私立日本歯科医学専門学校、私立東洋歯科医学専門学校、 私立大阪歯科医学専門学校等の私立専門学校が主となっていた。島、ミネトールは充実した諸外国の歯科医教育を目の当たりにして、優れた人材を歯科医とし、実力ある歯科医を医師と同等の立場に引き上げ、歯科衛生を医学同様に重要なことと世間に認識させるためには模範を示すべき、管理歯科学校設立が必要と考え奔走した。 トールは、当時文部省専門学部局長であった、松浦茂次郎を再三尋ね、管理図司会学校設立の必要性を解き、1918年、ようやく予算申請の段となったが許可されず、松浦局長の文部省最高顧問機関である、臨時教育委員会で決議してくれたら、大きな力になるとのアドバイスを受け、同委員である、岡田良平の賛同を終え、 岡田の実定で副会長であった、市木と黒郎より、江木和幸委員、久保田譲会長を解き、1919年、臨時教育委員会において、政府は速やかに歯科高等教育機関を設置すべしと、有負対決議の決裁を得るに至った。1922年春、ようやく管理市司会学校設立について、議会を通ることができた。 1923年市会学校設立のため、具体的な予算作業に取り組んでいたところ、9月1日、関東大震災が起こり復興までの間、学校設立は凍結されていたが、1928年10月12日直例により、東京高等司会学校が創設され、島、峰徹は、翌13日学校長の発令を受けた。トールは、専門学校の名称を嫌い、 ドイツにあった技術学校をモデルにして作られた東京美術学校、東京音楽学校と同様に高等司会学校とした。1929年4月20日、一期生100人の入学式が行われ、一橋の東京商科大学校舎の一部を借りて授業が行われ、解剖実習は東京帝国大学を利用した。医学と十分な関連を保持しながら、 歯科は別の教育をすべきとの考えの下、長尾優、日垣林蔵等を留学させ、東大出身教授には、歯科技工の習得を求めた。また、ベルリン大学歯学部長、ミルヘルム・ディークを、はじめ多くのドイツ人歯科学者を招聘し、先進歯科学の教育を国内で行った。1930年12月お茶の水の東京女子高等師範学校跡に移り、1944年、 太平洋戦争における医師不足から医学部が併設され、公明も東京医学史学専門学校に改名され、トールは引き続き校長として職を全うし、1945年2月10日現職のまま成去した。年譜、助赦助訓助赦、助訓、13位、訓二当追報症。ありがとうございます。